はい、えー、どうも、皆さん、こんにちは、イケメン仮面ライダーくんです。えっ、ー、とね、今日、えっ、ー、と、僕朝、朝一で買ってきたのは、えー、明日の放送で出る仮面ライダーゴーストのひみこ魂に変身ができる、ひみこゴーストアイコンとかが入ってる、えー、その名もね、まあ、この間ネクロムが変身なグリムも入ってるんですけど、えー、デラックスグリムサンゾーヒミコアイコンセットです。 まあ本当にね、これでまあ何より、あのー、テレビ版より、僕イケメン仮面大学の方が15個のアイコンを集めることができました。やりました。さすがイケメン仮面大学。タケルより先にもう15個のアイコンを手に入れました。まあこれからもね、ビシバシまだね、出ますけどね。僕はもう知ってます。まだゴーストが進化するの。そんぐらいで終わる仮面大学じゃないだろう、君たちは。 っていうことでね、えー、天眼グリム、心のドア開くドア、えー、天眼三蔵、猿豚カッパ、天竺突破、えー、海岸卑弥呼、未来を予告、山大国。ってことでね、まあ本当に、無事15個のアイコンが揃いました。これで本当にね、僕は願いが叶うのかなって。仮面ライダーになりたい願いが叶うのかなって <laughs>。というてことで、まあね、 あの、毎週日曜、明日もね、仮面ライダーゴースト、見てください。ヒミコ魂。海岸、ひみこ、未来を予告、山大国。ってことで、よろしくー、見てねー。